どうもこんばんは、桃太郎でございます。ずいぶん過ごしやすい気候になりまして、コロナがまだ収まってはおりませんけれども、コロナ対策に気をつけてですね、Nボックスでドライブに行きたい気分でございます。さて、先日動画にもいたしましたが、トヨタのライブに試乗させていただきました。で、その時にですね、運転実際し始めてからちょっと気づいたんですけど、もうちょっと座席の位置を高くしとけばよかったなと思った次第でございます。で、桃太郎の、足が短いのかもしれない、短いのかもしれないんですが、試乗する際にですね、前後の位置は必ず調整するんですけども、高さに関してはですね、よっぽど大きな違和感がない限りは、そのまま乗ってしまうんですね。で、ただ本来ですね、その試乗する車の性能をですね、最大限発揮させてお伝えするのにはですね、やはりちょっとした違和感でもですね、取り除いた方が良かったかなと、今後はそうしたいなと思った次第でございます。で、ライフの試乗の時にですね、ちょっと車体の感覚がつかみづらかったのして、車体の感覚が掴みづらかったので、もう少し席を上げてやることで印象がもしかしたら変わったのかもしれないなと思ったわけでございます。で、そういえばですね、自分の Nボックスの座席の高さっていうのは最初どうやって決めたのかなと考えてみるとですね、私の場合はそれまでハイト系と呼ばれる車には乗ってこなかったので、あまり目線が高い、車、これ初めてなんですね。で、目線がやっぱり高くなっていくと、なんとなくこう安定感がない感じがするのとですね、外から見てあんまり頭が天井に近いのもかっこ悪いかなというのもありまして、最初はまず一番下、座面を一番下にして、そこからちょっとずっと少しずつ上げていったところで、このぐらいかなというところで決めました。で、その際の目印としてはですね、メーターの下に今流れてると思うんですが、山形の線がありまして、で、実際自分が運転席に座って、そこの山形の線に対してハンドルの曲線の山のところの部分ですね、そこがこう若干重なるように見える、こんな感じですが、ここがなんとなくそれっぽいんじゃないかということで、ここでスタートした記憶があります。そこで今回ですね、今一度基本に戻りですね、座面の高さをこう調整してみてですね、それをせっかくなんで動画にしてみようと思いましたので、よろしければお付き合いください。Nボックスの座面の高さの調整ハンドルなんですが、一番低いところから一番高いところまで、34回カチャカチャが必要でした。結構細かいですよね。私桃太郎はですね、身長が164センチで、座高が多分85から90の間ぐらい、90センチの間ぐらいだと思います。座面を一番高くした場合の外から見たイメージはこんな感じでございます。はい、座面を一番高くして走ってる模様でございます。カメラはですね、おでこのあたりについてますので、目よりは5センチぐらい上になりますけれども、その点はご了承ください。やっぱりだいぶ見下ろす感じにはなりますね。で、この後座面を一番した時の模様も流させていただきますけれども、一番わかりやすいのはボンネットでしょうかね。ボンネットが見えるかどうかだと思います。現在はボンネットがよく見えていると思います。ちなみにですね、頭から天井までの距離は20センチぐらい、約20センチぐらいあったと思うんですが、結構あるんで、上からの圧迫感はまるでないです。ですんで、全然その運転がしづらいということはないんですけどね。ただ慣れてないせいもあると思いますし、見下ろし感が強いので、ちょっとまだ違和感は強いかもしれません。一方ですね、こちらが座面を一番下にした状態でございます。パッと見は分かりにくいんですけどね。で、ボンネットがほぼ見えていないのがお分かりいただけるかなと思います。これでも全然運転はできるんですけれども、視覚的にはですね、車の大きさはちょっと分かりにくい方向に行くかなという感じでございますね。
ちなみにこの場合はですね、頭から天井までの距離は26センチぐらいなので、5、6センチやっぱ差が出ますかね。で、その時の外からのイメージはこんな感じでございます。はい、映像を比較してみるとこんな感じになります。左が座面を一番上にした時ですね。で、右側が一番下にした時になります。それから外から見た頭のイメージは同様にこんな感じでございます。あとですね、座面を上げると同時にですね、座席自体もこのようにですね、前に行ってしまいますので調整が必要でございますね。あとシートベルトの留め具がですね、これ固定式なので座面を上げていくとですね、相対的に引っ込むような状態になりますので、若干つけにくくなる傾向にあります。ここは言っておきましょう。はい、ということでございまして、今回はですね、基本に帰り Nboxの座面の高さを、まあ、改めて再調整をしてみましたということでございました。まあ、結局ですね、桃太郎は今回どうしたのかと申しますとですね、これまではですね、座面をまず一番下にしたところからですね、6カチャカチャ上げてたものをですね、今回はですね、まあ、もう少し上げようと思うことで12カチャカチャまで上げてみました。まあ、これでちょっとしばらく乗ってみてですね、疲れ具合などもどうなるのか試してみたいと思います。まあ、あんまりいないかもしれませんが、 ご興味ございます方はですね、一遍また調整などをやってみられてはいかがでしょうか。まあ、一応基本シリーズと今回題してみました。まあ、今後やるのか、まあ、やれるのかよく分かりませんけれども、機会があればまた違う、まあ、題材でやってみたいと思います。本日の動画は以上となります。最後までご覧いただきましてありがとうございました。次回もぜひご覧ください。またまだの方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとブログ、ツイッターもやっております。そちらもですね、ご覧いただいてコメント、フォローなどをいただければ励みになります。それではまた。